にちは、今回は大宮にやってきました、大宮のこちらホワイトヘッドイーグルさんですね、こちらの古着屋さんを今日は紹介したいと思うんですけれども、ここは、過去に一度来た時にもう爆買いをさせていただきまして、いろんなジャンルの古着がありました。ミリタリーある、ストリートもある、アメカジもいっぱいあって、幅広いジャンルの古着がいっぱいありました。やっぱ何より大宮価格っていうところもあるし、安いです。安くていいもの手に入るし、今のファッションとして落とし込める古着がいっぱい置いてありますし、逆に珍しい面白いものもいっぱいあるので、皆さんにもぜひ大宮に来たらぜひ足を運んでもらいたい場所かなと思ってます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ホワイトヘッドイーグルの店長さんです。はい、高島と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当もうこの通りいっぱい古着ザーッとこうぎっしり詰められてますけど。そうですね。でもこっちサイドが古着で、はい、で反対側は現行、まあ、こっちの方が大体、まあ、新品は現行品っていう感じになりますね、はい、特にこう垣根を作ることなく、まあ、いろんな洋服を組み合わせて、まあ、楽しんでいただけたらなっていうことで、まあ、新品古着ジャンルもいろいろと扱っているって感じですね。本当にめちゃくちゃいい服いっぱい置いてあるんですよ。まあ、いきなりここミリタリーコーナーあって、レベル7系の、まあ、あの BAF 社のやつですね、はい、あの多分見かけることもちょいちょいあるんじゃないかなと、はいはい、フリマロフトを使ったやつで、うん、まあ、今あんまりオリジナルのレベル7も、まあ、やはり球数が少なくなっちゃってて売ってなくなってるんですけど、はい、まあ、無理納入している実績があるところなので、うん、まあ、同じスペックで作っていて、実際まあ民間用なんですけど、実はなんかウクライナにもアメリカが送っているっていうことで、黒とかフォレッジはですね、うん、はい、あの民間用だったのが軍の、まあ、なんだろうな、うん、本当に使われるようになってしまったっていう感じですかね。フォレッジってあのグレーっぽいやつですよね。あ、そうです。あの一般的に想像されるあのグレーっぽいやつ、はい、あの某有名俳優が爆発で人気になった。まさにあれですね、はい。ありがとうございます。ああ、これこれこれですよね。そうですね、モンスターパーカーと PCU ベストですね、はい、いわゆるこれですよね、はい、違いってそのお店の方から見てあるんですか、はい、この民間と。一応本来スペック的には、まあ、一緒に全く一緒だということなんですけれども、はい、やっぱ生地感が BAF の方がちょっとシャリッとしている気はします。あ、まあ、これだから触らないとなんともあれなんですけど、うん、はい、例えば BAF で作ってる方に関してはちょっと折衷型というか本来の PCU の形ではないですよね。あ、ちょっと PCU の要素を取り入れながら、はい、あのエクアクスのレベル7の要素を取り入れながら、はいはい、ベストタイプに例えばベストだったらしているっていう感じですかね。で見てあったかさとかは同じプリマロフトのクオリティ。そうですね、スペックは一緒になっています。まあ、なんでさっき言ったようにそのウクライナで実際送ってるっていうのはスペックが一緒じゃなかったら送れないはずなので、はいはいはい、実際29,700円なんで、はい、安くないですか。ちょっとなんか一般的な古着屋さんで売ってる中では、はいはい、まあ、東京のまあ割とこう、はい、いっぱい古着屋さんがあるような街だと、はい、こうなんか4万円台とかも結構見るザラだと思います。そうですよね、はい、やっぱ、まあ、自分もそうですけどやっぱ古着の入り口ある程度こう若い時に買いやすくてっていう、まあ、そこから入る方が多いと思うんですけど、うん、なのでまあもちろんちょっと事情的にしょうがない部分は値上げも、ね、しょうがないんですけれども、うん、なるべくはやっぱ皆さんに楽しん、まあ、買い求めやすい金額で、はい、提供していけたらなとは思ってはいます。はい、で他にもメリタリーいっぱいありますね。そうですね、ちょっと春に向けてというところもあり、はい、ニューバランス社製の、まあ、USMC の平たく言えばジャージというか、はい、になりますね。これいいですよね。実は僕もこれセットアップで持ってるんですけど、はい、あ、そうなんですね、はい、この軍のロゴはかっこいいし、そうですね、色もかっこいいし、多分まあ背中ですよね、今あこれですね、マリンコープのマリーンズですね。僕もう本当これ着まくってて、もう部屋着ずっとこれなんですよ。あ、すごい贅沢な。そうですね、まあ、もちろんそのまま外行ってランニングとかも朝するのに適してるし、はいはいはい、もうめちゃめちゃ着る時間長いんですけど、はい、まあ、実際あったかいし、はい、でも運動してもこう暑すぎないし、そうですね、スペックがめちゃくちゃ
今っぽいっていうか。そうですね、ニューバランスが、まあ、要は軍に納入していますけど、やっぱその生地だったりとか縫製だったりとか、まあ、あの立体的な裁断だったりとか、あの運動性の面でも、あとまあそれこそ汚れに強いだったり。あ、そうですよね、これ、はい、なんかそういう生地でしたよね。あ、そうです、そうです、撥水で、はい、そうそうそう、まさにその汚れが本当に汚れないんですよ、はい、まあでも本当その実用性もファッション性も高いアイテムだと思いますね、はいはい、このお部屋は古着ですか。そうです、これはヴィンテージですね。おお、こんなにいっぱい。はい、まあ、やっぱ個人的にも好きなアイテムなので、なるべくあったら仕入れるようにはしてますけど、はい、まあ、カーディガンもありフルタイプもあり、お、はい、いろいろと。これいいな。そうですね、気になりましたね。カーディガンです。カーディガンです。あ、色もいいし。そうですね、はい、お、色もいいです。状態も比較的というか、まあ、かなりいい方ではあると思います。これだとモヘアも 75% なんで。お、めちゃくちゃ入ってる、はい、めちゃくちゃ入ってますね。あ、でもやっぱり手触りも、そうですね、色もやっぱ独特ですよね。そうですよね、何色って言ったらいいんだろうっていうような、クレンザーみたいな色っていう、うん、はい、いや、これはこれでやっぱヴィンテージならではのそういう魅力ってやっぱありますもんね。ありますね、やっぱ雰囲気がいいですよね、うん、やっぱボタンとかもちゃんとシェル使ってて、はい、そうですね。いや、ヴィンテージ加減効果、このモヘアというジャンルもすごい悩まされますね。どちらが正解っていうことも多分ないと思うので、うんうん、はい、そこはそれぞれの価値観で選べばいいのかなと思います、うん、でちょっと中に移動しまして、はいはい、こちらだんだん奥に行くとまた古着が増えていく感じですね。そうですね、より濃いアイテムというか、うん、濃い古着になって、うん、はい、人気の高い、まあ、モッツコートとかももちろんおすすめではありますし、うん、まあ、両方ともデッドストックで状態もかなり。 M65 のフィッシュテールパーカーですね、はいはい、意外とあとちょっと珍品で面白いのが、そう、これちょっと気になってました。アメリカ軍のフードインスペクターコートの、まあ、ライナー。フードインスペクターコート、まあ、要は食品の、まあ、管理部隊というか、ショップコートみたいなやつがあるんですけど、まあ、それのライナーに当たるやつですね。なんでまあ色も真っ白でっていう、まあ、大抵やっぱこのひょうたんキルト のライナーっていうと、まあ、間違いなく6号のこのライナーを思い浮かべると思うんですけど、フードですけど、あのセーラーみたいに割ることもできます、はい、こんな感じですね、なんかこう表現合ってるか分からないですけど、はい、こうミリタリーなのなんかちょっと可愛いっていう感じ。そうですね、なんかそう、今の現行のブランドとかでも作りそうな、はい、ちょっといい感じの新しい感じのデザイン、うん、なんかデザイナーズのブランドでこういうのありそうですね、はい、ありそうですよね、本当に、うん、はい、でもこれ単体で着ると結構もちろん真っ白でインパクトあって、それはそれでいいですし、うん、意外とこれなんか、まあ、こんな感じに合わせてもらったりしても確かになんか意外と面白いですよね。うわー、おしゃれだな この感じなのに全部ミリタリーですよ。ちょっとモード感あるってありますよね、はい、うん、本当に、うん、この3つあるのがいいですね。そうですね、まあ、うん、隣にやっぱり触れたくなっちゃうこのリバースウィーブ。やっぱ色もリバースはいろんなカラーがありますし、あ、まあ、プリントも本当様々で、うん、そうですね、無地のものとかももちろんあり、そうですね、意外と多分この緑は玉数少ないですよね。ああ確かに、はい、もうちょっとあの濃い緑の方が多いですよね。これ地味に多分少ないです。この緑、はい、見たことないかも。こう確かに、あ、なんかちょっと違う緑はね。そう、なんか黄緑と緑の中間のような緑で、はい、多分もうちょっとあの深い深緑というか、はい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 、あれが一般的ですよね、はい、なんでまあレアカラーとかもあり、まあ、定番のグレーネイビーとかもあり、まあでも本当自分の好きな色、人と被らない色を探すのが楽しいジャンルですよね。そうですよね、はい、やっぱ一番違うのがやっぱシルエットなのかな。他のスウェットって大抵やっぱこう裾のリブが強くて、身幅に対して着丈がちょっと短くて、こう丸っこいようなシルエットになるものが一般的だと思いますけど、ドカッとざっくり着れるっていうスウェットって、うんうん、他にはないですよね、あ、はい、
実は今僕が着ているこれもリバースリーブで、初めてこのお店に来た時にも、ここでちょっと店の奥から実は出してもらって、そうですね、めちゃくちゃレアプリントですよね。うん、ちょっとスヌーピー入ってるっていうのは初めて見たし、はい、そうですね、私も初見です。はい、じゃあお店の一番奥まで来ました。はい、はい、あ、ここはもうおじいちゃんもあれば、そうですね、カバーオール、まあデニム系から軍物からアウトドアからいろいろとあります。本当こんな上まであるし、数でもうかなりありますね、数で。そうですね、まあそう、個人的にも、まあ、あっさり見せる、それでかっこいいっていうのももちろんありますけど、うん、やっぱなんか僕は掘るのが好きなタイプの古着好きなので、はい、なるべくいっぱい商品がっつり入ってる方が、まあ、個人的に好きっていう感じですかね。はい、確かに。ここのブロックでもおすすめのものをいただいてもいいですか。そうですね、まあ、個人的に好きなアイテムでもある、まあ、フィッシングジャケットと、まあ、ハンティングジャケットですね。はい、なんですかこれ。ちょっとまあこのフィッシング、まあおそらくフィッシングに入るんだろうなっていう気はしますけど、ですよね、なんかポケットとかで、はい、このまあ古着ならでは あのまあ70年代のものなんですけど、うんうん、古着ならではのこの現行にはない、まあ、このポケット一体何個つけてるんだっていうぐらい、ね、はい、あまり見たことがない、実は後ろにも、はい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 、あってですね、あ、ここにもあるじゃん、はい、うん、この付け方は斬新ですね。そうですよね、はい、こんなに必要だったんだ。そしてまたこの色は何とも言えない、なんか黄土色というか、なんというか、うん、はい、まあ、ちょっとダックの、あの、いや、カーハートのダックみたいな、はいはい、ああいうカラーっぽいんですけど、やっぱなんか独特の光沢が、そうですね、はい、コットンじゃないと思う、多分ナイロンなんですか ね、ちょっと、はい、独特の光沢があるので、またこうちょっと見え方が違いますよね。はい、はい、これなんか面白いな、本当面白いと思います。はい、なんかあんま後にも先にもここまでポケット多いのなんか見たことないですね。でもそれがなんかこうあんま違和感なくついてるというか、確かに、うん、よくこんだけ違和感なくつけられたなと。どこなんですか。これはコロンビアスポーツウェアっていう、まあ、コロンビアってあのコロンビア、これがどうなんですか、ね、正直僕も普通のあの今あるあのコロンビアなのか、当時あったコロンビアスポーツウェアという全く別物なのかっていうのはちょっと、ね、これ謎ですね。はい、なんか今フィッシングってちょっと古着屋さんでもちょっと増えてきたかなっていう印象があったんですけど、はい、そうですね、まあ、やっぱあのみんな結構ハイテクなものに、ね、今まで結構慣れて、まあ、すごい機能のいいダウンだったりとか、はい、まあ、そういうのの反動とかもあって、ちょっとローテクなこういうアウトドアなもの、こういうのとか64クロスのマウンテンパーカーとか、はい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 、ああいうまあ昔ながらのクラシックなアウトドア系のものも最近は人気があるようになってきたと思いますね。はい、確かに。フィッシングを振ろうと思ったら、はい、ちょっとどんなメーカーがあるんですかね。フィッシングベストといえば、はい、多分コロンビアが一番メジャーですよね。うんうん、そうですね。あとはまあ実はパタゴニアとかにもありますよね。ああ、確かに。ウィリス&ガイガー。はい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 、あれもなんか結構面白いフィッシングがいくつか、ね、はい、ありますよね。ありますよね。なかなか通なところです、ね。いや、なんかそう、なんかいろいろ掘ってったら、結構フィッシングっていう文脈で探してったら、なんかたどり着くブランドもあって。そうですね。フィッシングとかハンティングってあんまなんかやっぱ他のアイテムで。はい、見ないところも結構多いですよね、はいはい、なんかそのジャンル好きになると知ってくブランドというか、はい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 、意外とここいいのあるなみたいな結構あるんで、うんうん、フィッシングとハンティング多分古着の中でもまだそこまで値上がりが激しくないジャンルだと思うので、目をつけて今のうちにっていうのも結構おすすめだですね、はい、注目発言が出ました。いやでも本当にそう思って、はい、僕も今めちゃくちゃ今そこ掘り始めてますね。
これはまあハンテンですね、はいはい、まあ、ダックハンターカモでやっぱ無地のものが多いんですけど、まあ、最近またカモ柄もあの人気がまた再燃していて、うん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 、やっぱ一般的な迷彩っていうとやっぱこのウッドランドをやっぱ思い浮かべる人が多いと思いますけど、なんかこうそれじゃないちょっとダックハンターってこうちょっとポップじゃないですか、うん、コテコテなアイテムだけどまたちょっとこう軽い感じで着れるので、うん、はい、意外と取り入れてみてもいいんじゃないかなと。なんか僕の世代だと意外とベーシングエイプとかが、はい、あそうですよね、こんななんかちょっと近い感じもあって、はい、なんかちょっと可愛いストリートにも見えるというか、そうですね確かにまさに、まあ、元ネタになってるのはきっとこのカモってことですよね。そうですよね、はい、うんうん、あこれもいい柄ですね。そうですね、まあ、うん、あの通称プレデターカモ、トライバル柄とかも言ったりしますけど、あじゃあ、はい、エラルビーンのこれ定番の方なんですか、この柄って。定番ではないですよね、うん、はい、あの弾数としてはすごい少ないカモ柄になります、はいはい、僕ちょっと知らなかったです。これ初めて見て、はい、めちゃくちゃいいものだと思って。ここにあの、はい、プレデターって入ってる、まあ、白ベースのプレデターカモっていうのはなかなかないと思います。あ、そうなんですね、はい、一般的にはやっぱあの茶系のカモ柄になります。へ、はい、まあ、これもまたそのウッドランドとかとは違った良さがあるというか、はい、確かにちょっとまあストリートの良さが強い柄ですよね、うん、そうですね、はい、なんかこれだけいろんなジャンルをこういうふうにぎっしり詰めてると本当にいろんなお客さんのいろんな買い物に触れるんじゃないですか、はい、そうですね、はい、確かにいろんな格好をされる方がいらっしゃって、うん、まあ、こちらもすごい面白いですよね。皆さんなんかこう昔よりも自由度が上がってるような気がします。まあ、特になんか若い子ほど、まあ、なんかそういう傾向は強いのかなっていうところがあって、まあ、もちろんヴィンテージの良さだったりは、まあ、もちろん詳しくなっていかないとわからない部分もあったりはすると思うけど、まあ、なんかその元からこう作られた価値観というかにとらわれることなく、なんか自分たちの主観で物を選ぶことができるのはだから逆に僕はすごいなと思って見てはいます、うん、ここはもう何回来てもやっぱり新しい発見があるし楽しいですね。こういう、ありがたい。掘る楽しみがあるっていうのはなんか素敵だなと思います。ぜひあのホワイトヘッドインジンさんいいお店なんで皆さん来てください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。